皆さんお元気ですか？藤間さくらです。本日第2回目の動画になります。まだまだ慣れないんですけど、頑張っていきたいと思います。今日は皆さんに私の挨拶を決めてもらいたいと思ってます。まあどういうことかというとですね、まあ、スカイピースさんだったらどうもスカイピースイエーイとか、フィッシャーズさんのどうもフィッシャーズのシルクです、ダホです、マトキですとか、皆さん尊敬する YouTuber の方は独特の挨拶があるので、私も個性を伸ばすというか、皆さんに覚えてもらうためにオリジナルの挨拶を考えてみたいということなんです。ん？なんて？私には Hey guys っていう挨拶があるじゃないか。あ、まあある、あるんだけど違うんだよ。あれはなんていうのかな、海外の方にも通じるようにっていうことでパッと安易に考えてしまったものなので、今日は初心に戻って一から挨拶を決めるという企画なんです。もう決めたんです、やります。それでは早速レッツラゴー。ヤッホー、なんなんだよ。さくらです。チャオ。どうも、近所のおじさんがブラッドピットに藤間さくらです。チェリーブロッサム、藤間さくらです。何の花言葉って知ってる？藤間さくらです。言わんのかーいって。誰も笑ってくれない。どうしよう、なんかいいのありましたか？なんか出てないやつでもいいので、コメント欄でコメントしてくれるとか、出たやつでこれが良かったなって思ったやつにグッドボタンを押していただければ、それから選びます。もっとなんかいい案作っとけば良かったなって今後悔してます。誰かコメント欄期待してます。皆さんに私のこれからの YouTuber 人生かかってるので、よろしくお願いします。ということで次回も見に来てください。またねー。